お前もう死んでんだよお前、もう殺してんだよお前、ぶっ飛ばせこれ。中野さんお願いします。はい、実況者の中野内です。まあ私のね、まあこのスキン、まあリーゼントっていうことなので、まあヤクザにはぴったりなんかなと思います。このリーゼントのトップから小さいおじさん出したるかいこの野郎、いよろしくおーい、どういうこと何見てヤクザ学んだんだお前、はい、今日は3つ入れてるんですけども、はい、まずね、クルーメイト陣営からちょっと説明していこうかなと思います。まずですね、エンジニアっていう役職入れてます。エンジニアっていうのはですね、入れます、弁当を使用することができます、このクルーはね。はい、そしてですね、生きている場合、生きている時に限るんですけど、マップ上のどこからでも1回サボタージュを修正することができます。エンジニア誰か押してみて。いいよ。でも片方直さなきゃいけないんじゃない、両方直せんの。スリッチ、これもクルーメイト陣営なんですけども、スリッチはですね、すべてのタスクを完了するとインポスターが誰なのかが、矢印で、示せる役職ですね。矢印、分かっちゃうんですよね、インポスターが。矢印、はい、矢印が出ます。インポスター陣営、マフィアというね役職なんですけども、これちょっとねややこしいんですが、まず大前提に3人インポスターのグループでございます。3人組のインポスターグループ、親分がいるんですよね。ゴッドファーザーという親分、うん、このゴッドファーザーは、通常のインポスターのように、動けます、だからキル機能もあって、キルもできて弁当も入れて、まあ、通常のインポスターの仕事ができます。マフィアっていうものはですね、ゴッドファーザーが死ぬまでキルもサボタージュもできないインポスター、まあただの狂人みたいなやつですね、何もできない、うん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 、で、ゴッドファーザーが釣られてしまったら、キル機能がね、引き継がれてキルができます。そしてまたジェニターというね、もう一つの子分がいるんですけども、キルもサボタージュは、不可能、できません、一切できません、引き継ぐこともできません。ただ、死体を消すことができる子分ですね。はい、実質だからキルできるのは一人だけですね。じゃあ掃除してみますか。はい、はい、じゃあはい、消えた。なんか引きたい。お願いします。お願い。お願いします。お願いします。お願いします。お願い。ナイス。頑張れ。頑張れ。頑張れよ。俺死体消すやつだから。すごい。今4年だった。どっちで？どっちか。どっちか。待って。ミサトランの葉っぱやめてこれ、マジで。これ一番女の子でしょ。なにこれ。赤牛さん。なんだよ。見てよ赤牛さん。どうしたのよ。すごい蜂に刺されたされた。兄貴だと思ってましたが、同じコムでしたね。まだ殺してねえな。いいやないけ。よし、でタオルもあるんだから。休みだろ。お前何だよお前。死ゆね。死ゆね。死ゆねケイスケ。またおったんだよ、お前やだ、俺ねえねえ、俺あーおらねえねえ、はっちゃん食えんのか、これなんやおら、おいなんのか、これなんやおら、おいなんやおら、おいナイス。
いいね、いいね。2キルした、2キルしてる、2キルしてる。あ、おいしょ。おい、死んでますよ。わ、ナイス、ナイス、いいボタンやないけ。おお、待って、死んでない。いや、これ死んでます、死んでます。あ、これ消されてるのか。消されてんな。そういうことか。はい、番長全部動いてると思ったけど、そういうことか。二人一組で動いてる奴らがいるぞ、これ。結構しゆねさん、けいすけさん一緒にいなかった。あ、いた。いない。ほんと？いない。いたよ。いや、なんかリアクターのとこもそうだったんだよね。リアクターもだし、アーカイブ側もそうだったし。あ、まあまあ、でも2キルして消してるタイミングないし、そもそも最初にリアクターの左ついてたのしゅうねで、けいすけさんはそのタイミングいなくて、はっちゃんが来てるよ。うん、私とはっちゃんじゃないですか。けいすけさんのちょっと怪しい要素がありましたよ。うん、ただ、あの、ミサトランがどこで、ごめんなさい。最後のリアクターの前に、もう瀬戸さんも番長さんも死んでたね。一つだけいいですか。圭介さんとしゅうねが一緒になったのってアーカイブの本タスクの時だけで、瀬戸さんと番長は右側で見てないんですね。うん、そうそうそう。うん、いや、しゅうねさんと一緒に貨物とか映ってたけど、これ見たけど、セキュリティで。あ、そうなの。じゃあ逆にそのタイミングっていつですか。幻聴さんが俺の見てたじゃん、あの時ぐらい。はい、番長まだその時生きてた。はい、リアクターなる前ですね。うん、セキュリティ中野さんが見てるなーっていう状態で、エレクトリから入ったら黒川くるみさんと一緒になって、バイタル見に行ったら2人消えてた。うんうん、え、瀬戸さんと番長さん両方とも右で見てるんですか。いや、ね、番長しか見てない。覚え芸のとこらへんかな。そう、あ、じゃあ多分ケイスケ、アーカイブラウンジの配線タスクとかをやってたのね。で、そこまでは、死体がなかったから、おそらく覚え芸から審査とエレクトリカルあたりで番長してる。いや、マジ怖っ。クロムさーん、何やってたの、クロムさーん。俺もしたし、お前がやったんやろ。おかしいでよ、おかしいでよ。おかしいなぁ。行くで、行くで。いやいや、くれやれ。パパパラパラパパパ。向こうだ。ポンズケースケ。ナイス、ナイス。はい。ってね、ということかな。死んどるやないか。ちょっと待って、クロム君は、アーカイブで見ました。アーカイブで、アーカイブ見たぞ。あ、見たんだ。ポンズケースケ現状はコミュニケーションにいるから無理で、しゅうねさんはボタン押してるから無理。クロム君はミサトランがシャワー室に行った時にクロム君がシャワー室からアーカイブに来たんで、ミサトランは見てないとおかしい。ほう。っていうか、現状スケースケポンズさんがコミサボで本当に無理なのであれば、3人とも白が出せるのであれば、うん、2人で動いてる人じゃないと無理なので、うん、そうだね。のちさんはどこにいました。メイン脇からのエレクトリカルセキュリティでキッチンに向かうところでしたね。結構後脇ですか。のちさん、俺のルートそのまま通ってきてんのね。そうです。のちさん見てないな。いや、だったら後脇で追ってったみたいなことじゃないですか。ああ、後脇で追ってったって信じた。いや、マジか。どうなんだろう。僕最初ミサトランハッちゃんかなと思ってたんですよ、ラインが。うんうん、リアクター右でも見てるので、はい、ただここでなんかバチバチしてるんで、はい、なんか違うのかなっていうところは正直思ってます。うん、間を取ってハッちゃんでいいかなって思ってます。目線はかなりミサトラン黒く見えてる。クロム君と入れ違ったっていうふうに自分で言ってないし。え、私、すれ違ってないよ。もしかしたらマップ見てたかもしれない。コロラでイチローは連れてると思う。押すわ。なんでじゃねえか。あ、なった。あれ、押せないポンズ。あれ、なんねえから、なんねえから不安で降りただけですよ。あいゆあいゆポンズ何ひ。ゲームが継続してるってことは、連れてて大丈夫です。なんでかっていうと、インポスター側が3で、そう、3、3番面だから。そうだね、そうだね。
え、でもはっちゃんって最初2人でなんか誰かと行動してたんですかね、はっちゃんって。だって ほぼ死体消しじゃない、はっちゃんと。うん、死体消しだから。誰だ、動いてみくれ、邪魔してやる。なんだろりゃー、死ぬ口出してるのか、お前しゃべんじゃねえぞ、お前バカ野郎、お前。お前もう死んでんだよ、お前もう殺してんだよ、お前ぶっ飛ばせ、これ。いや、悪いな、いや。死んでねえのか、早く殺せよ。おいおいおい。やるよ。いや、そうやな。死んどるのに。な、ミーティング行くな、ミーティング。おお、びっくりした。タスク終わったんで。これ死体消されてる。ね、最終ミーティング2、うん、私と現著さん、はい、2人。ちなみに俺は停電になったじゃないですか、うん、その時は右で直しました、うん、あの貨物の方で。最終はメインエンジンぐらいかな、宿舎前か、ごめん、宿舎前だ。ボタン押そうかな、うん、あ、確かエンジンついてたな、はい、エンジン1ついてた。あの、ケースケ現著スポンズ野郎ってセキュリ、コミュニケーションが湧いて無理じゃないですか。うん、でなると相方一ってミサトランさんか中野内さんなんですけど、現状、ね、目線このターンミサトランさんが消す、切るで、するができないので消去法で中野内さんかなって。絶対切るできないですか。え、でも消せるのミサトランちゃんしかいなくね、そしたら。じゃあランさん、ランさんしかいねえわ。で私が展望デッキに行ったということですか、うん、私が展望デッキに今の時間行ったということですか、うん、兄貴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 やってやったぞ、兄貴やってやったぞ、たくさんミスった、本当にやった。兄貴、俺がキルクール溜まった瞬間ね、横からね、掃除屋がスッてくる。すごい、キルした瞬間にスッて。そう、ちょっと皆さんいいですか、ちょっと皆さんいいですか、ちょっと皆さん、はい、ちょっと瀬戸さんとバンチャさんなんか言うことあるじゃないですか。瀬戸さんとバンチャさん、最後の会議の1個前の会議ですね、はい、1個前の会議で、はい、タスクが3しかやってなかったんですよ。で最後の会議の1、うん、最後の時には私は8だったんで、なるほど、だからまああと2個で終わりだったんですけど、その時に、瀬戸さんのタスクは何個でしたっけ。あ、でも結構タスクやってたから、うん、まあ見た数字で言うと、うん、まあ、1最悪じゃん、うん。いや、俺だってもうあと2でしたね。いや、終わってない。じゃあ、終わってか終わってないかの話になる今。